虹をかけるのみんな一緒に今日はハッピーデはい、今日も始まりました。7月13日土曜日、トシと虹をかけるのみんな一緒に今日はハッピーデイ。はいね、今日はねすごいですよね。ゲストの方々が今日はね、かなり濃いメンツで、そう、一食も一食よ、はい、お送りしておりますけどもね、はい、今日もね、まだあのフェイスブックではね、はい、あのお知らせしたんですが、葬儀屋さん、はい、牧師さん、映画監督に、はい、初代ミニスカポリスト、はいね、すごいメンバーですよね。何ちゅうメンバーやったんですか、はい、ね、もうちょうどね、もう楽しいお話を皆さんにね、いろいろ聞きたいと思います、はいはい、お楽しみください、はい、ということで、まずは最初のコーナーですけれども、僕の都市のちょっとコーナーでございまして、なんと6月23日ですね、ちょっと遠くまで行ってまいりまして、名古屋の方でオープンマイクイベントがございまして、そちらのイベントに参加してきました。その模様をお送りしたいと思います。どうぞ。どこですか？近場探偵カフェでオープンマイクイベントに参加してきました。やるわね。こっそり。こっそり。こっそり。最近さ、ゲストが多くて、私の方のやつもなくなってきて。あら、そう、今日なんか一番最後。これは、どこの声が出るのかな。いろんなとこで歌ってるから。
という、ね、カフェでイベントに出演させていただいた模様をお届けいたしました。お土産は？お土産ね、桃食べちゃいました。何？いやまあ桃だから、桃だからね、そう、手羽先買ったらね、多分ダメだなと思って。あ、そうね、そうそう、はい、ってことでね、ではここからはゲストコーナーいきますか。はい、ね、はい、でまずは一組目のゲストの方でございますけれども、伊豆の総裁の代表でございます、伊豆の純さんです。この一組目からね、歌とは全然分かって自己紹介してもらおうよ。いや、とりあえずじゃあ自己紹介をしていただきましょうか。自己紹介のルーティンがございますのでね、いつもやらせてもらってます。伊豆の純と申します。漢字で書くと伊香保温泉の命、草津温泉の角地、野沢温泉の野の字、温泉で覚えていただいて、で、伊豆の伊の字と野の字を伸ばして発音していただくと、縄田へを表して申しまして、伊豆のということになりますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。あ、チャンネルはそのままですよ。あらゆることです。やめてたよ。伊豆の順の順の字はですね、昔は伊藤順、金目順ね、最近は松潤の潤とね、同じ字、かっこいい男の潤でございますからね。潤ってますもんね。潤ってます、もうペロペロでございます。ね、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、ではいろいろねお話を伺っていきたいと思うんですけれども、今はねこの葬儀屋さんということでございますけれども、もともとね船乗りとか、はい、まあ、魚屋さんもやられてたそうでね、はい、全くね異色のことはですね、そうなんです。最初ね、はい、最初の社会人の最初が船乗りでございまして、外国航路の貨物船に乗り組んでおりまして、ね、7つの海のうち5つの海をね、行ってきたと。で、7つの海のうちの5つの以外2つは南極海と北極海なのでね、そこは普段の船では行けないところなんですけど、まあ、貨物船で行ける海はみんな行ったかなっていうぐらいなもんです。5つの海を行ってきました。25カ国ぐらい行ってきまして、継ぎはぎでね、一周ぐるっとではないんですけど、継ぎはぎでやると地球一周ぐらいしてますよっていう形になります。まあ、10年ほどしかね乗ってないんですが、まあ、あの世界中をね旅してきました。まあ仕事ですけどね、はい、いやでも10年も海の上にいたってことは、はい、ね、すごいよね。ちなみに酔ったりとかしないんですか？議長さんに何か酔うって言ってましたよね。私船酔いする。そうですよね、うん、酔う人も酔うし、またあの船によって揺れも違いますしね。で、僕はその学生の時もそうですけど、やっぱり酔います。で、学生の時は3000トンクラスのね、練習船乗ったりしましたけど、船就職した時は15万トンとか20万トンの船ですので、もう揺れが違うんですね。そうなってくるともう最初の1ヶ月ぐらい、まあ、半月ぐらいはもうまともに食べれない、歩けない、まあ、仕事にならないということでね、なんてそのうち慣れてきて、まあ、バリバリね動けるようになって、それからもう全然平気になるんですけど、まあ、そんな感じですかね、船乗りもね、はい、
港港になんかこう、はい、女の人いたりとかするんですか。いいとこですか。いるよね、船乗りによく聞く話。ちょうど僕らの上の世代の形が場所ではない。場所ではない。間を馳せたようでございます。私らの世代だとなかなかね、そうはいかなくなってきますんでね。そうはいかなくなってきますんでね。どういうことね。どういうごまかし、どういうごまかしなの。長いということでね、はい、いろいろね、サーファーとかされてますよね。そうですね、週2回、はい、3回は海にいますね。はいね、突然呼ぶかな。僕牧師さんでしょ。牧師さんですよ。ちょっと待ってて、海に繋がってんなと思って、ね、後で繋げよう。完全に気抜いてましたから。まず伊豆さんか、そう、はい、でからの魚屋時代があったということ。そうですね、船の方を、まああの皆さん覚えてますかね、湾岸戦争って戦争があった時に。画像さんお願いします、はい、あ、船乗りの頃の画像をお願いします。船乗りの頃の画像があるんですね、ちゃんと、ね、一番左上ですね、学生の時です、うん、はい、これは練習船でね、航海中は船用意してぐで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 なので、これ停泊中に、みんな格好つけて写真撮ってる写真です。運転してる手で撮ってるだけで運転はできないです。今この時はレーダーを見てる手ですね。あ、レーダーなんですね、これ。レーダーを覗いている手なんですけど、はい、まあまあ航海中、航海訓練中はもうみんな酔っ払っちゃってて、これどころじゃない。でもかっこいいよね、あの制服ね。今よりも40キロぐらいやってますね。あの頃知り合いたかったわ。なんかね、お刺身美味しそうですね。下はさ、料理板前みたいなことやってた。そうそう、なんか、まあ、魚屋時代でしたね、はい、築地のでどっかの寿司屋さんのみたいな。まあ、ね、もうな、もうあの、マグロの解体ショーとかね、もうやったんですか。もう100体ぐらいやってますね。すごい、もう含めてですね、もうあのイワシさばくことから始まって、鮭の切り身、ぶりの切り身ね、お刺身の盛り合わせ、そんなことやってるうちに人間さばくになった。そうですね、さばいてるんですか。ちょうどこの右下のこの、あの、はい、チラシのお写真ですけどね、これも当時あった柏総合の時のチラシの写真なんですけど、あの、ね、右側ね、右下ですね、もうあの男、お値段が全然違う、ね、値段かこれ。男らしい年々付けしてますよね。びっくりする値段になってますけど、グラム単価ですからね。まあ、そう、あの当時はまだこの値段で売れたもんですからね。すごい。ちょうど柏総合がその内装を変えて新装オープンする時の大きなチラシの時ですね。あの私店長だったんで、顔が乗ってる、ね、店長。じゃあ今でも顔聞くんじゃないの。そういうもうないですから、柏総合なくなってる。そうだ、当時は総合に入ってる魚屋さんにいたもんですから、うん、そう、懐かしい、ね、今はもう柏総合もないし、川口総合もないですかね、うん、そこもそこでも店長やってたんですけどね、年間だいたい5億ぐらいの年収でやってましたね。面白かったですけどね。なんでこう転職、船乗りから魚になったの。船乗りの時に、まあ、丘に上がるきっかけがね、湾岸戦争だったんですけど、丘に上がった時に自分で、実はその時に葬儀屋さんの内定を自分で履歴書を持って行って、内定を2カ所からもらってたんですよ。どっちの葬儀屋さんに行こうかなと思ってたら、親戚一同から大反対になってね、これはもうよく言うんですけど、なんでうちの一族から葬儀屋出すんだぐらいのこと言われたもんですから、はい、ああこんなに覚悟がいることだったら僕にはできないなと思って、ね、当時誘われていた魚屋さんに行ったわけですね。あ、行ったけど、ね、結局諦めきれず、うんうん、葬儀屋になった。やっぱね、ずっと思いが残るんですよ。でこの百貨店なんかで店長やるようになって、もう40超えてきて、もう誰も文句言わねえだろうなって思って、そーっと就職活動したんです。そしたらあの内定が出たんで。でもそういうのはなんか分かる。私も両親が死んでもういいかなと思って、相当駒からこっちの方の世界に転身してって、芸能ことやるようになって、最初中学校ぐらいの時にスター誕生のオーディションとか受けてた時はもう親族一同が大反対して、そんなーって河原小敷みたいなどんなパターンとかで、うち母が小学校6年の時に亡くなってるんで、お前そんなことやるとねって言って、その母方のおじいちゃんばあちゃんにすごい、あの、申し訳が立たないから、まずそっちのじいさんばあちゃんの許可を取れとかって話になって言ったんだけど、ダメだったんですよね。でもそんなんで、もうちょっと芸能の方は諦めてたんだけど、もういいだろうって感じ。子供のうちだとやっぱりね、親とか周りが反対しますから ね。そんな葬儀屋さんはでもね、芸能はいいけどね、葬儀屋さんそうだよね。どうしてなろうと思ったんですか。船からだと潰し気が効かない仕事なんですよ、船の仕事なんて、はい、お金じゃ通用しないので、はい、ね、
ん、なので衣食住って言葉があるじゃないですか、はい、衣食住の仕事ですが間違いないという言い方があるんですけど、衣食住だと廃れるじゃないですか、でも葬儀は絶対を通る道です、ね、まあ、生まれるのと、ね、死ぬのはね絶対通るものね、結婚式場はなくなる、結婚しない、結婚式を挙げない方もいらっしゃるけど葬儀は絶対挙げるので、式をするしないにかかわらずするので、ここだっていう気持ちはあったんですよ前から、先見の目があったね、もともと興味はあったんでね、まあ、そこな若干スピリチュアルな感じが、まあでも素敵な仕事ですよね、まあ、私が死んだ時はよろしくお願いします。あ、いやいやいや予約入りますね、予約です、私もほぼ天涯孤独みたいなもんだからさもし行った時はよろしくお願いしますあの大きい方はね、大きい方はお相撲さんもそうですけど町屋の火葬場で専門で、ないわ、おこによって値段も違うんだよね、値段も違うし場所も限られてきますからね、はい、あ、そうなの、そうです、あ、大きさでです、はい、そうです、焼く時間変わります、変わります、変わります、大きい方は少し油が似てるかといって、そんな油は逆に燃えづらいので、水水分も大きいので、ね、あ、じゃあダイエットしとかないとダメだ、僕なんかは多分ね通常その、まあ、60分ぐらいのところ90分ぐらいかかりますよっていう形になりますから、はい、まあ、火葬場の、その炉の形によってね、時間は決まっていますけど、新しい炉を持っている火葬場は早かったりします、30分とか40分の終わりけど、通常は60分ぐらいかかりますよ。さあ、じゃあちょっと次の話いきましょう、画像4お願いします4がこれが葬儀社のバウンド系セミナーということでセミナーって何の先生してるんですか、バウンド系作ってますか、あのまず最初に行ったところがあの大手 の葬儀社というか結婚式場を持っているグループの会社だったんで、はいはい、そこで、何年かして館長になった時に、葬儀会館の館長になった時に、そこでその会館、葬儀会館があった地域、千葉県の稲毛なんですけど、その千葉市の稲毛の地域で一品会っていうのがありまして、各お店で今こっち私の店はこれを一品として売り出すんだっていうものを持ち寄ってキャンペーンをやろうと、うん、私どもは結婚式でもやってますんで、こういったその、ね、ケーキもあるということでね、冠婚葬祭、そうですそうです、ベルコみたいなあんな感じです、そういうことで、まあベルコって名前入れたんでね、言っちゃいますけどサンセルモって会社ですけど、そこ の結婚式用で扱ってるパウンドケーキを葬儀社で、じゃあうちはこれ売ります、同じ、それをでも作ってるわけじゃないですよね、いや、あの普通のさんが作ってるわけじゃない、作ってないです、はい、結婚式場にあるものをこちらでじゃあ売りますよってことを一品会で出したら、それが葬儀社でスイーツって言葉として一人歩きして、テレビの取材が来るわ、新聞の取材が来るわ甘い葬儀屋甘い葬儀屋で、あの、葬儀屋ですから24時間受け付けておりますよなんて言ったもんだね、本当に夜中に電話がつけケーキあるとかで、あ、そんな大変だったんですけど、結構需要あるんだ。まあでもあの少しその宣伝になったらしくね。まあそんな伊豆野さんですけど、最近なんか看板ができたらしくて、その看板が5番の画像です。はい、こちら。はい、お分かりできる。そう、仮装。まあ直装っていうとお分かりができないことが多いんですけど、私どもは。お別れをするっていうのに重点を置いてますのでね、最後しっかりお別れをしてください。そうですね、お金持ちの家はさ豪華な葬式できるけどさ、貧乏なお家はね、そんな身内だけでやるとか、こっそりやるとかさ、うん、もうお骨にだけなればいいっていう形が実は多いので、そうじゃなくてちゃんと触ってお別れしようよっていうところです。同じそのね、直葬でもちゃんとお別れをしてね、お別れをしてくださいっていうのが僕の趣旨なので、こういった文字にして大きくしてね、これをなんか松戸市とか市和市と東京もあるんですエリアを中心に、一応メインは松戸市、柏市、あっちの方なんですね、松戸、柏、東葛エリアですね、で東京都区内もあの民営の火葬場とかね、東京白山、四つ木とか町屋とかね、あげたところでもうやれますよ、契約してるんでやれますよっていうこと、優しく書いてるじゃん、事前相談を受けたまっております、047-723-2520 ありがとうございます、ね、そうね、会津の谷につながるんです、ね、はい、ちょうどこの看板がその神経線の松戸新田駅と上本郷駅の間にこの看板を出してますのでね、乗ってる方はつい最近あ看板出たなと思った方もいられるかもしれないですけど、すごい宇宙層とか、宇宙層ってのはどういうふうに宇宙でできるカプセルに、まあ、9グラム10グラムぐらいの骨の粉にしたお骨を入れて、ロケットで宇宙にという、今さ骨焼いてっていうか、あの炭にしてダイヤモンドにするやつもあります、あります、それも受け止まってますし、宇宙層に関しては、3つありまして、人工衛星でぐるぐる回るやつと、月に打ち込むやつと、月に打ち込む、あとあの
あの月に打ち込むんですよ。どんどん地球から離れていくやつ。はい、あこの3種類があります。そのロケットの方向があって、はいそれによって値段が違うんですか。だいたい250万から350万の間です。宇宙はスペース X も使います。あの監督食べて。でも安いですね、宇宙行くのに。墓を作ること考えてます。でも生きてるうちに行けないじゃん。だからあの僕がこの間受け止まったのは、あのね、あの病気でね、あの師匠切断した方が、このお骨ね粉末にして人工衛星に乗せたいとかいう人がいたので、生きてるうちに自分のお骨が人工衛星に乗ってぐるぐる回ってる方を私2人ぐらいご案内しました。生きてるうちに、うん、まあ、切断とかした方が、ね、それはあれですか、生前宇宙層みたいなことなんですか。生前宇宙層、生前層、まあまあまあ本人は生きてますから ね、 ね、生前宇宙層ってことですか、うん、そういうことですね。それ新しくていいです。250万から300万だって。そう、亡くなる前に言っていただければ、お骨の一部。要するに今粉末にしたお骨の10グラム弱ぐらいですから、カプセルに入れですが、これぐらいなんで、ご遺族の方が OK ならば私どもの方ですから。いい話を聞かせていただきます。じゃあ監督、映画終わったりしたらよろしくお願いします。話は盛り上がってるんですけど、ボキボキ。やばい、やばいですよね。時間がね。時間がやばい、やばいです。ここからはこのイケメンボクシーですね。イケメンかどうかわからないですけど。イケメンのボクシーさんですね。はいはい、やべ、牧師コーナーということで、葬儀屋さんと牧師さん、はい、そう、すごい組み合わせですね。すごいですね。牧師さんってこんな焼けてるもんなんですか。この牧師さんって何焼けてるもんなんですか。バイクも乗るっていうし、はい、もう遊び、ただの遊び人です。葬儀屋さんもですけど、どういう説教するんだろうな。今日がまた面白くないんですよ。そこが今悩みどころなんですけどね。はい。どこで、活動は湘南の鵠沼海岸でやってるんです。はい、そうですね、こちらがね、今度ライブがあるということでね。そう、皆さん来てくれ。じゃあこのライブ映像ライブ6番の画像いろいろぐちゃぐちゃ教会でライブやったりとかするんですよ。そうなんですか。前回ちょっと寄せていただいてね、そこでやらせてもらいました、ね、はい、エンタメ夏フェスということで、7月21日の日曜日にですね、15時から場所がウェイブオブグレイス鵠沼海岸サーフビレッジにてライブがあります。こちらはですね、矢部さんがやってるなんか教会を、普段ここで月曜日と金曜日晴れてる日にサーフィンを教えながら地域の人と関わってね。サーフィンを教えてくれる。サーフィンを教えてくれる。無料無料無料ですよ。行きたい。サーフィンを教えながら、サーフィンしたことないですけど、頭がおかしいでしょ。ぐちゃぐちゃ。そうなの。おい、牧師だってね、沈まない沈まない。なんでかって言ったら、教会のメンバーって教会に人が来てほしいって言いながら教会の中にいるんですよ、はい、来るわけないじゃないですか、教会に。行きます、教会に。あ、一歩足踏み入れようと思いますか、教会に。まあ、海外行くときは行きますけど、ね。海外ならね。でも日本の教会で入りづらい、一歩入ろうと思う人はいないんですよ。確かに。なんかすごい勧誘ありそうじゃん、お寺もそうだけど。で、入っちゃったらもう出てこれないんじゃないかとか思っちゃうし、で、僕らがやってるのテント広げてるだけなので、何やってんか分かるでしょ。でサーフィン教えてるだけだし、うん、でそこでなんか教えてるだけなんだ。いやいや、そこでイエス様信じなさい、信じなきゃ地獄行くわよなんて、そんなことは言わない。そんなことは言わないよね。海出し引っ張られるわよみたいな。なんか言ってる人でいたけどさ。でも信じてはもちろん信じてます。あ、僕がね、はい、それはそうよ。そこが中心は僕はずれてないんだけど、はい、やり方っていっぱいあると思って、はい、で今までのトータル見てるとどん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 減ってきちゃってるんですよね。ということは営業マンだとしたら大失敗をやってるわけですよ。だったらやり方も全く逆にして、中にいるんじゃなくて外出て行って、で楽しく友達付き合いができるところから始めればいいんじゃないかなと僕は思ってるね。まあ、ここもそうですよね。そういうことですね。この関係性もそうだと思うし。まあ、だからね、牧師さんのところのグループにさ、はい、呼ばれた時に、はい、教会でって私は思ってない。私の歌って結構和も、はい、和もっていうか仏さん系の歌だったんで、仏教に近いんですけど、いいんですかって。イエス様がね、観音様みたいなやつだよね。観音様みたいなもんで、その衣装で、うん、ぜひその格好で歌ってくださいって言われて、あの後ろに十字架を背負いながら、あの通していただきました。あれすごい絵だった。何か観音様で十字架、十字架の前で観音様の姿で歌ってた。忍者も出てますもんね。忍者もね、今度の夏の、ね、イベントも、はい、出る、ね、すごいですね。だから全ての人を招くために来てるんですね、神様ってね。だからどんな格好してようが、どんなにこう弾かれてようが、まあ、僕もその一人だったので、その弾かれた人間が
こうね、その救いの中にいられるんだってことを伝えたいんですね、僕はね。あ、なるほど、うん、はい、はい、どうぞ。牧師さんと神父さんの違いは何ですか？はい、もう簡単に言えばカトリックかプロテスタントの違いですね。そして牧師っていうのは、要は牧場にいる羊たちを群れを引き入れる、あの群れを指導する、だから牧師なんですね。牧の師、牧師って書くんだけど、うん、だから羊たちって、羊って目も悪いし耳も悪いし、なんかあの、カノンボヨ吹いてフィフィフィってそうそうそうアニメでよく見るあれね。ちょっとね、あの頭が良くないんですよ、羊ちゃんって。可愛いんだけど。同じ失敗を繰り返すから。そう、もう、そう。で、みんながこっち行くとみんなわーってついていっちゃうし、で、そういうのを危ない方行かないようにって指導するのが牧師なんですね。だからそれを人間に例えるんですね、聖書の中では。人間も迷える子羊だから。そうです。いっぱいいるんじゃないですか、今日迷える子羊が。迷ってますよ。小さくない。どうにもなんないところにいますけどね。そうなんですよ。そういう人たちのためにイエス様が来たんだって話をね、こう関係ができてから初めて僕は伝えるようにしてるんで。ね、なかなかユニークな牧師さんですけど ね、 ね、うん、まあね、いろいろ石は飛んできますけど、あいつ何やってんだ。まあまあ、一生言いたいこと言わないと、やらしときゃいいんですよ。お前言う暇だったらお前なんかやれよって話なんだよ。言うやつに限ってやらないから、そういうこと、人任せでね。やばいな、やばいな、あんまり牧師言わない方がいいね。そんな感じでやってます。そうなんだ。なんか言い忘れたことありますか？いや、大丈夫かな。夏の、あ、このね、もうちょっと時間ありますよ。もっと時間、もっと時間あります。バイクトークとかもね。あ、バイク。いつとか、あと牧師さんと葬儀屋さんいるからの心霊系の話でもいいですよ。心霊系。怪談話。あ、そうですよ。夏の草暑い時にね。教会で何かあるんですか？いや、悪霊に取り憑かれる人とかもね、もちろんいるんで、その悪霊追い出しとかもありますよ。それもやるんですか？やるの？まだ僕はそこ。いや、でももちろん目の前にいたらやりますし。エクソシストってことですよね。一応やれるんじゃないですか？これ僕がやるやらないじゃなくて、エクソシストっていう、まあそうですね、要は落霊が取りつかれてしまってると思われることもよくあるんだけど、でも大半は病のこともあるんで、ね、心の病の人とかね、そうそうそう、その見極めはすごく大事になってくるところで、で本当に霊で悪霊っていう邪魔するものだったら もちろん僕らはできるんだけど、病気になっちゃうとやっぱり医学の話になってくるんで、はいはい、そこの見極めがすごい大事だと思いますね、うん、なるほど。僕、え、なんかバイクのこと、いや私今日もバイクで来たんですけど、2人とも乗られるって言って、うん、もうびっくりしたんですけど、葬儀屋さんと大型バイク、大型バイク、大型バイク、まあ、私大型のとこに乗ってんの、ね、もっと大きい、そうだって潰しちゃうじゃん、ちっちゃい子だと。でもなんかびっくりして、まさかバイクの話をできると思ってきてないので、ね、だからここでなんかさ、グループでツーリングとかできるじゃないですか。いや、毎月何乗ってるんですか？僕はハーレー。ツーリンググループもあるんですか？あります、あります。ハーレー、ハーレー、僕はハーレーでしょ、ドカティでしょ、あとトライアンフでしょ、まあ、あともどんな、え、そんなに持ってるんですか？いや、僕はハーレーだけだけど、あと僕もカブ乗ってますよ。改造したカブ。あ、そうですか、はい、何乗ってるんですか？ゴールドウィングです。あ、ゴールドウィングですか。で、姫は何？私はちょっと8台ぐらい持ってる。8台すごいな。気が悪いわね。さっきドカティは1台持ってる、ね、はい、ドカティは1台持ってる。今日は何で来たの？今日はあのカブ。カブが楽で、はい、ハンターカブの。ハンター、あ、そうそう、ハンターカブね。僕はもう新聞屋が乗ってたあのカブを1万円で買って。うん、1万円、中古で。1万円。で、それを8万円かけて、改造して。して。ゴールドウィングってすっごいバイクなんですよ。はい、ウルトラですか、こちら。もうバックとかするんですよ。あ、すみません、すみません。バックするバイクか。バックするバイク。バック。バックできるんだ。バックついてないと大変ですよね。大変ってどういうことなの？どういう？だってちょっとでも段差がこう傾斜がかかってるともう400キロぐらいあるから、もう動かなくなっちゃう。ああ、だからその一回あのバックを使い出すともう他のバッグ乗れなくなっちゃうよね。あ、まあ、バッグしか使えないんですけど。やだ。なんか鳥原みのさんとかが改造、あ、違うわ、あれはあの昔走ってた、お葬式の車ってどういう霊柩車、そう、そういう風になりそうなバイクですよね。あの頑張ったら、いや、頑張ってなくても実際ありますよ。あ、バイクのゴールドウィングのサイドカーの霊柩車ありますよ。そうですよね、すごいかっこいいんですよ、それぐらい。どういう形して、ちょっとあのイメージがわからないんだけど、ゴールドウィングだからサイドカーの箱は長いんですよ、うん、大きいスクーターとかすごいかっこいいバイクで、要は缶桶が乗るっていうことでしょ、そこに、もうそれぐらい、やっぱあるんですね。今使ってるかどうかわかんないですけど、4、5年前にその画像を見たことあります。
へえ、やっぱり、でもそれぐらい高級感のあるホンダのバイクで。詳しいね。詳しいわ。好きなのね。詳しいな。そうなんですよ。だから、あとで調べてみよう。気がついたらそんな乗ってたりしてね。さっきも話したんですけど、91年式の古い型なんでね、はい。もう今とは全然形は違うんですけど。でも本当に金ピカにしたら、そういうふうに、そういう霊柩車みたいになりそうな高級な感じなんです。あらまあ。で、 でも片やウルトラですから、ハーレー。ハーレーね。ハーレー、すごい。値段高いですよね。ハーレーもいろいろあります。名前だけでハーレーウルトラですか。一番すごいの。それをもらっちゃったんです。もらっ、それ何、献金ってことですか。献品ですよね。献品ってことですか。素晴らしい。これ乗って、悪印のその広める活動をしてくださいって言われて、でそれ乗って月1回みんなでも走って。前の今あの。でもそのためにわざわざ免許取ったんですか。そうの人、今日のそのもらっちゃった以上もうね、もう免許じゃまずいから。あ、それで取ったんだ。バイクが先ですからね、すごいですよね。いやいや、ちょっと取材とかしたら面白いですね。ぜひ来てください。はい、ぜひぜひ。お伝えしておきます、皆様。いや、僕がこの間撮ったあの新作のやつの映画で、ハーレーの人たちが40代ぐらい来たのかな、うん、40代ぐらいでみんなでやったシーンがあったんですけど、1台いくらですかって言ったら、まあ2000万くらいですか、ね、もう相当いじってるやつ、ね、いじって、そういじりまくってるやつ、えって言って、もうそれ40代あったら、うん、俺の映画の制作費の何倍だよこれなんだこれ、多分それだけ集まるってことは東京ハーレー街ですから、ハーレー街の方々もセレブの方ばっかりなんで、まあいじった、いじり倒せる、すごいなんかモニターとかついてたりとか、ハーレー街派手な、派手な、その辺つかめやスポンサーでさ、すげえな、ね、すごいっすよね、あんたハーレー乗ってその辺仲間に取り込みなさいよ仲間に取り込みなさいよ、それかリコちゃん、はい、ねえ、マスコットがあるでね。そう、きっとあのみんな用意してくれると思うよ、決めなら。今日ね、座っててみんな残念だろうか、ちょっと立たせてみます。リコちゃん、ちょっと立って。いや、私ね、立って、いつもちゃんとしてないんですけど。今日ミニスカポリスを注文したら、本当にミニスカポリス。椅子に立ったらいいんです。いやいやいや、ここに立つだけでほら、結構見えないんで。ほら、これミニスカ。何着てこようかって悩んだんですけど、分かりやすくていいかなと思って。そう。ね、あの、しかも初代ですからね。初代っていつですか？1996年ですね。僕らの青春時代は、僕らもちょっとあれか。28年ぐらいまで。そうですね。だからなんか あれですよ。はいはい、一応。で、私たちって実は黒だったんです、制服。あ、青じゃなかった。はい、私たちの時は黒だった。黒だった。で、私調べたんですよ、YouTube で。だからなんかのこんな枠の中でね、うん、まさかその写真を使って20、20歳の時の写真。ウエストバストヒップまで流れてる。これはおもろいと思うんで。昔の深夜番組って面白かったですね。平気だったね。それをちょっとね、あの Facebook に取り上げた。だから今回はきっとね、視聴率いいはずなんだよね。なんかこのリコちゃんとか知ってる人多いと思うんで、ね。なんか当初初めてなんでしょ、コスプレって。あ、そうなんですよ。私たちの時代ってコスプレっていうのがなかったんですよ。うん、だからこういうもし格好したとしたら、もうドラマとか映画とかそういうのしかなかったんで。信じられないと思いますけど、佐藤珠緒ちゃんと私ともう一人イエローキャブの女の子だったんですけど、うん、こんな格好ですよ、もっとスカートも短いしそれで歩いてて、あ、すみません、ミニスカポリスですけど、あのここ車止めないでくださいって言うと、うん、すみませんって逃げるんですよそのぐらいみんな知らない、本当のマーリさんだと思う、本当にこういう今はもう秋葉行ってもどこ行ってもコスプレみんなしてるじゃないですか、でももう本当におまわりさんだと思われてます、いや、だからテリー伊藤さんって天才だなと思って、うん、ね、テリー伊藤さんが作ったの敷地の卵屋でしょ、あの人、プロデューサーだった、ね、コロッケやったらとか鶏肉やったらなんかね、唐揚げ屋さんなんかやって、何でもやるもんな、ね、テリーさんがいなかったら日本のこのコスプレ文化ってなかったんじゃないかなって思う、だって未だにミニスカポリス続いてて、今は AKB48 の子たちがやってて19代目だってよ、初代ウルトラマンの初代は大事だけどね、本当テリーさんすごいなと思って、それからその衣装とかがね、あのドンキとかに置かれたりするようになって、みたいな、だから私たちもしかしたら日本の父兄さんだったかもしれなくて、どっちかあの
どっちにするかみたいな。どういうか。ああ、格好ね。格好がね。うちのマネージャー。ミニスカ不景かミニスカポリスカ。そうですそうです。名前呼び方がね。うちのマネージャーさんがその打ち合わせとか行くとみんなに日本の不景さんとアメリカの不景さんどっちがいいのかって小の字で、正の字で、でずっと聞いて。うちのマネージャー本当頭おかしいなと思ってたら、うん、ある日打ち合わせにいたら私が着る衣装で、うん、あみたいなあでも本当恥ずかしかったんですよ。あとローアングルもなかったから恥ずかしげもなく水着じゃないけどシャワーシーンとかさ、そうですよ、やってたじゃないですか。よく覚えてます。根性あるなこの人だと思ってでお台場のまだ何にもないところだったんで、うん、もう本当に埋め立て地もう全然何もないところでレースクイーンとかいっぱい来たりとかすごい楽しかった。ね、でも車の情報番組だったんですよ。あ、そうなの、はい、カーセンサーかなんか、そう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 、そんな感じ。なんか見たやつはなんかこう車がこうで地方のか来た人がね車が走ってきてスカートがめくれ る, くれるようなおおもう列みたいな、そうそうそう、それをナンパンチラとか本当にめくれるかどうかみたいな。昭和は良かったですね。そうなんですね。だから彼女らぐらいからじゃないの、じゃあもしかしたらバドワイザーの あの友達はバドガールです。一番最初のCM でワンピースのこんなもんってやってるお姉ちゃんたち流行ったってね。もうその時代です。もう友達大体みんなキャンギャルみたいな。その友達も今やもう皆さん50万円。そうですよ、みんな結婚とかして、ね、油でも保ってるよね。どう何で保ってるんですか。どうやってるんですか。もう自由に生きてるってことだけですね。ドーピングしてるとか。まだドーピングしてないんですよ。よくみんなに言うんですけど、まだドーピングしてないんですよ。白髪もあれこれ結構詰め物してるんですけどね。詰め物して減らすとこも減らしてね。です200万ほど無駄遣いしてるんですけど。もともと白髪だけど、また白髪のカツラかぶって。いや、ドマシロよりかは真っ白の方がいいじゃない。なんかドーピングは、ちょっとなんか役者業に監督とね、出会って余計目覚めたので、なんかあんまりよろしくないかなって、症状とかがなんか出ないからね、とか、うん、笑顔でも笑顔じゃなかったり、言っていいのかも分かる分かる分かる、でもそう、それが嫌なんで、泣いたり怒ったりとかした時にそうなったらあ、そうね、表情がね、確かに確かに分かる、分かる、あれ名前は言えないけど分かるですよね、うん、だからなんかそういうのが見てて嫌だなと思って、うん、自然がナチュラルの、うん、笑顔とか怒ったりがいいなと思って、うん、時間ですよ、時間です。ああ、そう。英語、はい、私は終わって。あ、これですね。もう、はい、それで、そうです。映画は、この鬼まんじは監督、私も出てるんですけど、それ佐藤珠ちゃんもなんと出てるんです。ね、あ、そう、鬼まんじは、あれなんですよ。福山莉子ちゃんと。画像7番お願いします。はい、佐藤珠緒さんの、で、ミニスカポリスの殺し屋で出てます。ミニスカポリスで殺し屋で。ミニスカポリスの格好で。そう。まあ、分かりやすくていいよね。いや、でも私、佐藤珠緒ちゃんって普段も絶対長いスカートなんですよね。うん、だから、これ絶対受けてくんないよなと思ったら、うん、監督着せたねみたいな感じですか。ミニスカ全員電飾ね、今回結構豪華にミニスカポリスで電飾つけてますから、ね、やばいですね。いや私が着たいぐらいだ。いやだから電飾佐藤珠緒ちゃんがミニスカート履いてるなんかもう何十年ぶりとか、戦隊ものの頃はね、何十年なのよく出してたけどね。そうね、もうやんないの。いや、やんないんだと思って。いや、やんないですよ、絶対やんないですよ。でもすっごい楽しかったみたいで、なんかもうなんか何回か着たかったなとか言って。あと私もね、実はその新作のやつに1日だけね参加させて、1番だけ、一番これでは鬼まんじではないんですけど、次の今この間撮り終わったやつがあって、うん、でそれで二条さん出てるんですよ。出させていただいたんで、そう、とうとう内容は言えないんで、とうとう、まだホラーものです。ホラーものなんですけど、私だけにね、ホラーものです。もうホラーね、はい、とうとう、ホラー見てごらん、はい、でこう鬼まんじは、はい、8月1日、これちょっと前回公開する、劇場公開しますよっていうのをお知らせしたんですけど、8月1日からもう DVD と配信が始まるんで、でちょっとそれ のお知らせでちょっと、DVD の販売、DVD の配信はどちらから。配信は今 Hulu ですね。 Hulu で、Hulu で配信されますね。あともう何個か配信出てきますけど、で横にある写真はもう実はフランスで DVD がブルーレイが出てて、
フラン畳の上のチラシ畳の上に乗ってるんですけど本当だこれあのフランスでもう販売されちゃってるんですよね。でこれあのフランス版っていうのはまた面白くてあのちょっとやっぱりヨーロッパだとこうこれあのまあ牧師さんはちょっと分かんないかもしれないですけど、うんうん、鬼まんじのまんじが、うんダメなんですヨーロッパ。あ、そうなんですか。ヒトラーのやつか。それにあのあ、なるほど。そうなんですよ。ね、でそれでパッケージもあのそのマンジマークはちょっと難しくて、あであの中もあのタイトルバックがあるんですけど、はい、でこう我こそは鬼マンジって言ってるところがあるんですけど、うん、そこにマンジマークが出るんですが。うんうんそこもなくてタイトルなしの映画になっております。マンジっていう言葉もダメなの。いやあのこのマークがダメ。マークがダメだってだからマンジっていう言葉は大丈夫なんですよ。鬼マン我こそは鬼マンジって言ってますけどバーンってタイトルが一応出るんですよ、うん、でそれはフランス版では出ないです。出ない。あなるほど。あ言っただけねみたいな言っただけで、そう、そういう、で、あの、この間フランスの映画祭行って、映画祭行って、これもサイン会してきたんですけど、うん、映画祭で、あの、観客賞をちょっと取らせてもらいました。モテモテだったじゃないですかね。はい。すごい。で、あの、Facebook を見てたら、なんか、豪華な衣装がいっぱいあるとこ行ってたりとか、お土産があるのかなってすごい楽しみにしてたんだけど、やっぱなかったわ。それもう買ってくれない、もう、ね、なんかすごい、なんかいっぱい、そうですよね、今も高いわよ。で帰ってきたら帰ってきて、で即なんか次のイベントのためのもんで忙しいって言って、その次のイベントが画像8番お願いします。あ、そうです、これが、7月の20日から、もう来週です。来週、あの阿佐ヶ谷のレッドキューブギャラリーっていう真っ赤なギャラリーのところで、あの林家新平師匠と僕とでのコラボの展示をしようかと思ってて、これもあのなんかお化け屋敷をやろうって言って、うん、でお化け屋敷のあの新平さんが結構あのいろんなものを作ってるんですよね、うん、でドールハウスでお化け屋敷のちっちゃいドールハウス作ってたりとかして、で僕は僕であのちょっと可愛らしいものを作ったりとかして、うん、それの展示をやってます。500円ガチャがあるとか。500円ガチャもあります。あ、ええ、どんなもんがあったんですか。なんか妖怪っぽいやつ。妖怪っぽいやつ。妖怪っぽいやつ。はい、妖怪っぽいやつの500円のオリジナルなんですよ。で最近ちょっと 3D プリンターで自分で作ってそれでやってるんですけど、まあ、それが下のやつですか。下のやつをやってるやつ、そういうのをやったりとかしてイベントで、で林家新平さん師匠はあの映画監督でもあるので、でガメラ4とかの上映、映画監督もやってるんだ。映画監督やってます。あの何本も作ってらっしゃいますね。で怪獣ものが多いんですよ。ほぼ怪獣監督ですね。じゃあ私それで出れるじゃん。これあのちょっと来ていただければ、もう今日本当はねお呼びできたら来てって言って頼んでたんですけども、なんか寄せがあって生まれないっていう話で、寄せがあってね、これやっぱあの本職落語家さんなんで、あのそこ、ね、そこは休めないと、はい、それはそうですね。で急遽ミニスカポリスさんが、はい、了解、私が出勤しますってね、素晴らしい、出勤ミニスカポリスさんね、そうです、出動です、出動です、ね、来ていただいたというわけで。ね、はい、なんでミニスカポリスが来るのって思ったの。いやいや、でもね、あの結構多分僕の映画にいる、僕の映画の時に、はい、まあもうこれから二条さんでだいぶ出ると思うんですけど、あ、ありがとう、あのだいぶ合うと思いますよ。はい、よろしくお願いします。だいぶ毎回出てますからね。そう、ありがとうございます。毎回なんで、ね、お家も聞いたら近いみたいな、ね、そうそうなんですよ、皆さん近所なんで、そう、近所の人たちで固めようと思ってます。うん、そうだよね。あのロケ地のホテルもね、あそこだしね。そうです、吉原なんで、もう近所で楽ですよねって話。うん、タクシー乗っても1500円ほどで行けましたからね。深夜でも平気ですもんね、ロケね、考えたら。そう、だからただ怖いですよ。交通費とかもね、かかる。ロケ地ちょっと怖いですよね。ロケ地ってか、あの弁天さんとあそこのね、お墓のとこは。うん、
遊女のお墓のあるとこちょっと怖いですけどね、うん、あそこでもいい雰囲気だよね。でも明るくて素敵ですよね。そう、あそこすごい好き。ものすごい近いですもんね。めちゃくちゃ近いですね。まあぼちぼち皆さん言い残したことがないですか、はい、ぼちぼち最終、うん、私の歌がかかるんですそれを待ってて、ここでね、いつもかかんなかったですいつもあそこいつもね、私のコーナーね流されちゃう今回だけ私の歌聞かすぞと思って。あ、そうですよ、そういうやったほうがいいです。というわけでじゃあ最後です、日曜かけるの愛のジパングをお聞きください。どうぞ、はい、あ、じゃあこれ、これ今終わって曲だけなの、うん、でこれ終わったらちょっと帰る。もうパウロ美容師がね、こちらの番組のやつになってます。ありがとうございます。よかったわ。もうね、これ邪魔です。今邪魔です。邪魔です。いいんじゃない？あとサーフィン来てほしいですね。サーフィン。湘南にサーフィンしに来てほしいです。サーフィンね。本当無料で教えてるんで。サーフボードとか持って。持ってもちろん4枚5枚用意して。あ、はい。今度連れてってくださいよ。ぜひ、ね、行きましょう。来てください、はい、ミニスカポリスの格好でも来ていただいて。ミニスカポリスの格好で、私もライブとかやってるの。あ、じゃあライブもやればいいじゃないですか。ね、ライブもやるんですか。やってるんです、じゃあぜひうちの教会で8月17日にライブインロサンゼルス、ジェットコースターガールっていうグループ、そっちは終わったの。まだやってるんですよね。いろいろやってる。そう、いろいろやってらっしゃる。私も今、もうあの教会は何でも OK なんですか？いや、何でも OK ではないんです。何でも僕らが来てダメなのはダメです。ダメなのって何ですか？なんか例えば。例えば、うん、あんま露出のね、あ、そういうやつね、エロいのとかは、じゃあダメじゃないですか。いや、全然 OK、 あそこは。あのぐらいなら全然 OK です。あれは全然。日本の文化なんですね。ミニスカポリス。要は、その、信徒さんが OK だったら OK っていうことじゃないですか。まあまあ、でも教団もあるんで、僕ら結構大きな教団なんで、その教団がダメって言っちゃうとダメだし。あ、それはいちいち報告してるんですか、じゃあ。もう、やる前に。映像で出ちゃってるし。まあ、もちろん危なっかしいのは先に言っとくし、で今までのはみんな OK だったので大丈夫です。ああ、はい、観音さんも OK だったので、はい、よかった。すげえ怖かったのよね、あれ。全然映ってないから最初の曲の時もいろいろ知らなかった、ごめんなさい。私実は生配信中なんですよ。あ、自分のやつも送って。そうそうそう、あれ今現在がね、全部コラボでやってるのね。全部開く、はい、ひらがなですよね。ひらがなでリコチャンネルっていうので今ずっと流してました。あ、そういうことで。じゃあ、 コラボでリコチャンネル見てください。よろしくお願いします。ひらがなでリコチャンネルです。この自由な感じ、そうなんだ。いやいや、あなたが一人で自由だっただけ。あのね、本当に間違えちゃった。そう、あなたが一人で自由だった。大丈夫大丈夫。私も結構自由な人なんで。自由な人なんだ。そうなんです。だってほら、進行表も見た通り、あの大体の時間しか書いてない。はいはい、ありがとうございます。このぐらいの時間をめどで話し変えましょうっていうだけなんです。そうなんですね。すいませんでした。ね、終わりました。はい、じゃあ、はい、来月も、第2土曜見てください。はい、第2土曜日。そうです。うん、それからあの演歌も通信ね、安島先生届きますよ。裏拍子ね、はい、この番組の、ね、ね、はい、また乗ってくれてるんでね、演歌もし通信の方もね、ご覧いただけたらよろしくお願いします。
宣伝、はい、あと1分ありますよ。だから言ってください、自分で、はい、なんかこう告知とか、遠慮試合してたら終わっちゃうよ。1日の後イベント行きますよね、私たち。あ、そう、1日に、はい、鬼まんじの、DVD 販売でイベントをやる予定ですので、そちらもよろしくお願いします。はい、どちらで？まだ SNS まだ、まだね、上げてないんですけど、多分六本木になるんじゃないかなと思っていますけど、まあ、まあ、Facebook とか、はい、その辺でチェックしてください。よろしくお願いします。役者さんたちが皆さん、はい、役者さんみんな来ますよ、はいはい、よかったわ、今回はちゃんと自分の歌も聴けてカットされたらどうしよう。ここのとこずっとカットされてた、はい、そうです。あ、なんかありますか？あ、大丈夫です。あのいろいろ詳しく、はい、あの SNS 見てください。じゃあ、あのまた来てくれます？はい、やったね強い味方がついてきたわ近いし、近いし、ね、近いし、近いし。じゃあ、あの終わった後は8秒です、ね、さあ、それではまた来月よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。